テレ東ニュースは本当にね、数十秒でニュースをキャッチアップできる非常に便利なチャンネルです。皆さんこんにちは。自由と希望が見つかる新世界チャンネルの平野です。このチャンネルの目的は新しい世界を切り開くのに役立つ有益な情報発信をしている YouTuber を紹介することです。当チャンネルをきっかけに有益な情報がどんどんと広がり、誰かの新世界の発見に貢献できればとても嬉しいです。ぜひ動画が良いと思ったらチャンネル登録、またはいいねやシェアのご協力をお願いいたします。はい。ということでですね、今日ご紹介するチャンネルは、テレ東ニュースチャンネルということで、まあ、テレビ東京総合入手サイトなんですね。まあ、かなり今はですね、こう、いろんなテレビ局のニュースは、まあ、YouTube でも見れるようになってきました。まあ、そんな中でも、こう、テレビで、まあ、報道しているニュースを、本当に小さく小さく切り分けて、数十秒単位、まあ、長くても2分とかぐらいで、こう、小刻みにですね、ニュースの動画を上げてくれている、まあ、ニュースサイトっていうのは、まあ、僕が知る限り、そんなにないかなというふうに思うんですね。まあ、これからどんどん増えてくると思いますけども、あんまりないかなと思ってます。で、まあ、地方のね、テレビ局は多分まだまだそんなことはしないと思いますけども、まあ、やっぱり日本の情報は東京に、まあ、中心に考えられて発信されてますから、まあ、もちろん日本のメディアということではありますけども、海外のね、ニュースで、まあ、動向を探る、そして YouTube の、まあ、YouTuber の中で海外ニュースを扱ってくれている、考察してくれているというところから、今起きている事実を把握するってこともめちゃくちゃ大事なんですけど、ただあまりにも話がですね、グローバルに捉えすぎてしまうと、まあ、地に足のついた行動や選択や、まあ、日本のね、その世論っていうものが分からなくもなってきますので、まあ、実際テレビではどんな報道がされていて、まあ、それにどんな風に今の国民の人たちは影響を受けるんだろうかっていう、そういうネタ元として、この、ね、テレ東ニュースはちょうどいいかなと思っています。はい。今ね、これ動画タブに切り替えてますけども、まあ、29秒とかね、1分3秒とか17秒とかね、まあ、ちょっとこれ、三浦春馬さんの投稿ですけども、まあ、要は短いわけですよ。3分とか25秒とか。これがですね、まあ、いつも言ってるように、チャンネル登録をして、通知、すべてに通知をね、これチェックしておくと、このアプリとかパソコンのデスクトップにも通知のお知らせが来るんですね。で、この通知のお知らせだけ見るだけでも、どんな情報かってことは大体わかるわけですよ。そうすると、別にこのチャンネルをね、すべて動画を見る必要ありませんけども、気になるものだけ見る。もしくは、通知が来ていて、世の中の、まあ、日本のメディアがどういう報道しているのかってことだけでもキャッチアップしておくっていうのは、非常にこう、世界の情報を海外ニュースとリンクさせるって考える上では、必要な材料だと思います。はい。まあ、特に今コロナ関連とかも多いですし、話題にはね、ちょっと、まあ、嫌な話ではありますけど、そういったちょっと悲しむというかネガティブな情報はもうなくなりませんけども、まあ、そういったものにあまりこうテレビを見てダラダラと影響を受けるんではなくて、特にね、何ですか、めぐみさんとか、あとは報道番組、バラエティ番組なんていうの、ニュース番組っていうんですかね。めぐみさんのとか、バイキングとか、あと、バイキングはまあそうでもないんだけど、あとは、ほら、もう忘れちゃいましたけど、まあ、いますよね。そういう、こう、大体13時とか14時ぐらいからやっているお昼の、番組。そこでは、ニュースをね、こう、いろんなコメンテーターが、話してくれたり、まあ、司会者がまとめたりしてくれてますけど、あれってね、ほんと繰り返し繰り返し同じ情報を聞いてるだけで、前進しないんですよ。ただ単純に情報として受け取るんじゃなくて、そういった専門家とか何か有識者の考え方を聞いてるわけですよね。で、それもかなりですね、まあ、残念ながらコントロールされてます。なので、それを聞くと、どん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 不安がこう煽られたり、どん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 こう絶望感に浸ったりっていうね、ちょっとあまりいい影響がないので、ニュースはあくまでもニュースとして、その起きた事実、もしくは報道された事実っていうものを把握するだけの方が、まあ、僕はね、いいと思うんですね。まあ、そういう意味で言うと、テレビのニュースはおすすめしませんけども、そのニュースを小刻みに YouTube にアップロードさせてくれている、こういったテレ東ニュースなどの、ね、チャンネルは、非常に僕は有効だと思います。有益だと思います。あまりこう、なんか変洗脳もされないしね。まあ、要は、バイアスがかからなくていいんじゃないかなと思いますので、まあ、ぜひですね、このテレ東ニュースチャンネル登録をして、新着通知で、自分が得たい情報を得るというところから使っていただけると、まあ、こちらもすごく有益なんじゃないかなって思います。はい。ということでね、またいろんなチャンネル紹介していきたいと思います。引き続きよろしくお願いします。